病院に入院します。親愛なる皆様、お手紙が届き重い気持ちで読みました。私は悲しみに暮れています。いつ帰ることができるかわからないからです。いつまでここにいなければならないのでしょう。この頃ヒトラーはドイツ民族を最も優れた人種と位置づける政策を強力に進めていました。そこで迫害されたのがドイツ民族の血を汚すとされたユダヤ人です。同時に障害者や遺伝性の病気の人も民族の血を汚し、金ばかりかかる価値のない命とし、その考えを広めていきました。ドイツ経済を立て直し、国民の熱狂的な支持を集めていたヒトラー。その人気の裏で障害者にかかる費用を削り、殺害計画を進めていきました。これはヒトラーが側近と自分の主治医に宛てた秘密文書です。病気の状態が深刻で治癒できない患者を安楽死させる権限を与える。実行にあたり患者を苦悩から解放するという名目で、全国から立場ある精神科医や病院長などが集められます。この極秘計画は後に実行本部が置かれた場所から T4 作戦という暗号名が付けられました。まず全国の病院や施設に患者一人一人についての調査票が送られました。病名や症状を聞くほか、退院の見込みはあるか、労働者として使えるかなどの質問もありました。この結果をもとに本部の医師たちが生きる価値があるかを判断。殺してもいいと思った場合は判定欄にプラスマークを書き込みます。統合失調症だったこの女性の場合、4人全員が殺してよいとしています。殺害場所には人目につきにくい施設が選ばれました。藤井さんが向かったのはドイツ中西部の町ハダマーです。交通の要所として古くから栄えていたハダマー、当時の様子を覚えている人がいると知り会いに行きました。ハダマーで生まれ育ったハインツ・ドゥッフ・シエーラさん82歳。ドゥッフ・シエーラさんが強烈に覚えていることがあります。それは戦争から帰ってきた兵士が言った言葉でした。戦場で死体を焼いている匂いと同じだと言ったのです。それを聞いた大人たちはびっくりしていました。満席のバスがしょっちゅう上がっていくのですが、帰りはいつも空っぽでした。もう施設の中はいっぱいのはずなのに、おかしいと大人たちが言っていたのを覚えています。ハダマーの精神病院の地下には今もガス室の跡が残っています。藤井さんは訪ねることにしました。学芸員のレギーネ・ガブリエルさんが犠牲者が通った道順を案内してくれました。バスから降りるとまずは医務室に連れて行かれ、医師の診察を受けます。
診察といっても実はただの名前の確認です。そしてこの1回の診察で医師は死因を決めました。そのために死因として60項目の病名リストがありました。例えば心臓発作とか肺炎、腸炎、盲腸などです。形だけの診察の後、一人一人身長と体重が測られ写真が撮影されました。その後シャワーを浴びると説明され、裸にされて地下に連れて行かれます。この先がガス室です。12平方メートルほどの空間に一度に50人ずつ押し込まれました。ガスが入れられた時間は10分。その後遺体は滑りやすく加工された通路を引きずられて焼却炉まで運ばれました。1941年8月までに6つの施設で犠牲になった人の数は7万人を超えていました。ここでヒトラーは突然 T4 計画の中止命令を発表。この頃からユダヤ人に対する迫害をさらに激化させていきます。 T4 の殺害施設で働いていた医師やスタッフはアウシュビッツ強制収容所などでユダヤ人殺害に加担。 T4 で培われたガスを使って効率的に殺すという技術が引き継がれたのです。終戦後もう一つの事実が明らかになりました。 T4 作戦中止命令後も障害者の殺害は続いていたのです。野生化した殺害といわれるこの行為はハダマーだけでなく各地で行われていました。最終的な犠牲者は全国で20万人以上になっていました。はい、まあ、時間来ましたのでね、終わりますけども、今日全般前段階言いました、優生思想と言われている、ね、考え方と今の見てをどう見るか、また差別偏見というものの同じ延長線上にはね、こうしたことも可能性としてなくはないんだということ、こんなことを考えながらこのビデオを見てもらおうと思います。最後にですね、一言だけ言って終わります。今日お集まりの、ね、方々の期待としてですね、市民の方たちにはとにかく障害を持った人たちと接してほしいんです。差別の反対、差別の反対は何でしょう。平等がお手本的な答えですね。差別の反対は無関心なんです。無関心、これ無関心という怪物のようなものとね、どうこれから条例が戦っているのか、こうなりますね。障害を持った人たちに対しては、家族の皆さんに対してはとにかく条例を使い切りましょう、使い切りましょう。行政の方もいらっしゃいます。私は相談があればあるほどこの条約は生きているんです。相談があるとは不明であったり何でもありません。相談が件数が多ければ多いほどこの条約は息づいているんだということをね、考えてほしい。最後一枚ですね、楽譜の画面を映します。出ますかね、田中さん。この権利条約は世界共通なんだけれども、音楽でいうとね、あのベートーベンの第4楽章、あの第5番運命なんかもそうですね、まあ何でもいいんですけども、楽譜は世界共通です。ベルリンフィルハーモニア飛行が、また松江市なんとか中学校飛行が、
共通学、混合顕微鏡学は世界中共通なんです。でもどう奏でるかはその地域の責任なんです。さしずめ松浦市長がねタクト振って、そしてこの松江市の生涯オーケストラがどうこれを奏でるか、ぜひねこの顕微鏡学差別解消条例をですね松江市としてどこにも負けないような奏で方をしてほしいな。そして障害を持ったけれども松江市に生まれてよかったなということを実感できるように10月1日以降私は期待しています。ぜひですね明日は今日の続きではないんだということ、こんなことを確認し合いながら私の市長講演をこれで終わりにいたします。どうもご清聴ありがとうございました。4月の差別解消法の施行や来月10月から施行予定の松江市障害のある人もない人も共に住みよい町づくり条例の意義や今後の期待など幅広い視点でお話を伺うことができました。今一度会場から大きな拍手を持って藤井先生にお願いいたします。これからホール中央左手で松陽バンドによるミニコンサートを実施いたします。なお休憩を希望される方は午後4時までに本会場にお戻りください。正面後ろのドアを閉めさせていただきますので、休憩される方は会場両横の出入り口から出入りされますようによろしくお願いいたします。またアトリウムの倉庫受付において藤井先生の書籍絵本障害者権利条約の販売を行っておりますので、どうぞお買い求めください。午後4時からはパネルディスカッションを行います。引き続きご参加いただきますようお願いいたします。